石とエンジュールをめぐるジャスティンたちのお話はこれでおしまい。冒険者ジャスティンの物語は世界中に知られるようになったの。リリーおばさん、もう船が着く時間だよ。早く早く。まだパイが焼けてないの。ごめんね。悪いけど先に行っててくれる？うん、分かった。行こう。うん、うん。あの長い冒険が終わってからもう10年。私たちの住む世界は大きく変わっています。ほら、まあ、たお前らか。あきもせず、いっつもいっつもいたずらばっかしやがって。いたずらなんかじゃないよ。これは訓練なんだ。俺たち冒険者を目指してるんだよ。おじさんのは勝てようだ。そんなことは人様に迷惑をかけないところでやれ。実はあまり変わっていないのかも。だけど昔よりだいぶ賑やかになったのは確かね。今日はずっと待ちに待っていた日。ジャスティンとフィーナが10年ぶりに冒険から帰ってくるの。ジャスティン、こんな素敵なレディーになった私を見て、なんて言うかしら。もしかしたら、びっくりしちゃって声も出ないかもね。とっても楽しみ。ここら辺にあるのかな。すっごく美味しい料理が食べられるんだよね。あたしお腹空いちゃった。あ、なんかいるぞ。ぷぷぷぷぷぷ、泣いたぞ。面白い鳴き声。いじめちゃえ。ぷぷぷぷぷぷ、ふわふわしてる。あ、これパイだ。お父さんたちが言ってた通りだね。羊みたい。見てないよ。ちょっとあなたたち、もしかして。つけてー。ねえ、あなたたちのお父さんとお母さんはどこにいるの？あっち、まだ船の中だよ。ぷぷぷぷ、逃げるぞ。捕まえろー。